照らしたフト和歌山県和歌山市出身の元、プロバスケットボール選手である。ポジションは、スモールフォワード、パワーフォワード。背番号15、190センチメートル、83キログラム、12歳でバスケットボールを始める。和歌山市立和歌山東中学校を卒業後、和歌山県立和歌山工業高等学校、大阪産業大学を経て2002年に、 松下電気パナソニックスーパーカンガールズ入り。このチームは、後の BJ リーグの大阪へッサで指揮を取る天日、検索氏がアシスタントコーチであった。2シーズンを JBL スーパーリーグの登録選手として過ごした。同期に、木下博之。2003年、新潟アルビレックス A22 席。 2005年の BJ リーグ発足にあたり、新潟アルビレックス BB より、ドラフト5巡目指名を受け、A1 昇格。2008年、埼玉ブロンコスへ移籍。2010年、FA 宣言をした上で、埼玉に残留。2011年3月、東日本大震災の影響で、埼玉が活動休止したため、救済制度で、シガレクスターズに、レンタル移籍。 シーズン終了後、活動を再開した埼玉に復帰する。2012年、FA 権を行使して、滋賀レイクスターズに移籍。2014年6月、NBL の和歌山トライアンズに移籍。生まれ故郷の和歌山で、選手生活を終えるつもりだったが、2014から15、シーズン終了後に、チームは活動を停止。2015年6月に、 BJ リーグのバンビシャス奈良に移籍。背番号15。和歌山に恩返しするため、奈良の承諾のもと同年秋に開催される、和歌山国体に出場する予定。2018年6月、熊本ボルターズに移籍。ありがとうございます。